太郎のファッションを英子が完全プロデュース。これでケイちゃんの大学デビューもバッチリと思ったけど、あれれ、新刊コンパで全然話せてない。もうそんな中、助けてくれた会長永山さん、明るくてなんだかイケメン、しかも二次会に連れて行ってくれるなんて素敵。慶太郎の大学デビュー